いいよ。見せてる。あ、でも先生の方見てる。食事は一番大事なのはチモシーです。はい。でチモシーってこれイネ科なんですよね。はい。で、あの粗繊維。はい。繊維質がものすごく多いです。35% ぐらいあります。でもう一個ね、はい、まあ、メカの保湿化でね、はい、アルファルファってあるんですけど、これはね、はい、繊維が少ない。うん、まあ、だからこっちやらなくていいんですよ。はい、チモシーやったらいいですからね。で、あとタンパク質。タンパク質はもうチモシーはめっちゃ少ないです。でもアルファルファはまあメカだから多いです。あとカルシウムも、チモシーは少なめなんだけど、アルファルファは多いと。絶対こちらをやってほしいわけなんですけど、じゃあどんだけやればいいかっていうと、体重の 2% 以上。で今506g あったじゃないですか。はい、だから5に10、10g、11g 以上。でちょっと体重少なめなんだよね。600ぐらい欲しいんですよね。でもまあ1日で、ね、11g 以上やってほしい、はい、でなんでじゃあチモシーが大事なのかっていう理由が3つあるんですよ、はい、まず歯のことね。でチモシーをしっかり食べると前歯でカットして奥歯でこう するようにして、そうやって食べることによって不正交互の予防になる。で不正交互って言葉は優しいけど、これになっちゃうと歯の根っこ、はい、歯の根っこがね炎症を起こしちゃうんですよ。不正交互になると要は歯根膜炎って言うんですけど、うん、で歯根膜炎がもっとひどくなっちゃうと、うん、歯根膜脳を産んできちゃ うわ。そもそも治すのは難しい。なかなか普通こんな歯根膜炎とか歯根膜脳炎だと歯を抜くわけなんですけど、ワンちゃん猫ちゃんなんでね、チンチラさんはそんな簡単に抜けない。口元が呆れないじゃないですか、バカッと。だから、まあ、そういう不正保護の予防のためにもチムシを食べてほしい。2番目、自分で手抜けるじゃないですか、ね、でこれ自分で元気な子は毛づくろいしてさ食べちゃうの、受けよう、ね、で少々の毛だったら、繊維が多いチムシ食べてるとさ、一緒にウンチとして出てっちゃ うだけど、春とか秋ってすごい抜けません、ね、そこをしっかりブラッシングして ある程度取ってあげないと、食べちゃう。そうすると胃の中に入る、そう胃の中に毛が入ってくれば胃酸がたくさん出て、毛をね消化しようとするでしょうし、それからそれがなんとか小腸を通れば、通りが悪い食べ物じゃないからね、そうすると消化機能低下症を起こしてちょっと食べが悪くなったりね、うんちの数が減ったりします。それとあと家の中話すことはない。あります。あります。話したらさ何でもかじって食べちゃうね。一応かじらないように してあるんですけど、でもね、まあ、基本的に人が見てる時しか話さない方がいいですね。そうですね。じゃないと何でもかじっちゃう、で食べちゃうから、う壁紙でもコードでも。そうですね。かじってれば食べてますから。うんで少々の異物誤飲だったら、粗繊維がたくさん入ってればね、便としながら、でも限界超えて食べちゃうともう急勝負ですよね。胃腸が動かなくなっていっちゃう。3番目、これが一番大事なんだけど、盲腸。盲腸。この子たちこれぐらいですね、体。5分の4ぐらいお腹の中。胸が5分の1ぐらいなんです。で、お腹の中のね、3分の2ぐらいが盲腸だ。ってことは、盲腸が体に比較するとめちゃくちゃ大きいんですよ。大きい。あ、そうなんだ。この盲腸の、巨大な盲腸の中に、腸内フローラ、要は腸内細菌を飼ってるわけ。めちゃくちゃ気になる。できた、はい。そしてこの続きは後ほどさ、はい、お願いします。後でね。はい。何も知らない。